パルクール、トリッキング、体操が得意な人は体を思った後に動かす力があるんですか？また違う能力なんですか？違う能力です、はい、それをたくさん練習した人は得意になります。体が思った通りに動かなくても。武井さん得意ですか？また十種ではなく体操などに日本一取るのは難しかったんですか？別に難しくないと思います。はい、まあ難しいですけど、そんなに一般の人がやるよりは僕がやった方が100倍ぐらいスピード速く取れると思いますし、まあどの競技でも別にそんなに絶対にできないみたいなことではないです。スポーツで日本一取るぐらいのことだったら。体操も筋力が必要だから、体操に向けたつり輪とかね、鉄棒とかもそうだけど、最低限の筋力が必要でしょ。だからやっぱりそれを身につける必要があるので、うん、特に男子つり輪なんて本当にパワー系の種目だからさ、うん、アンバーもそうでしょ、跳馬とかさ、体操床とかはある程度早く仕上がると思いますけどね、練習していけば。まあ跳馬もそうか、うん、でもやっぱ釣り輪とかやっぱどうしようもないでしょ、あれ。なんか素人では。だからでも同じでしょ。じゃあ体操できる人がすぐ円盤投げれるかっつったら投げれないでしょ。それと同じことや。どれも一緒、スポーツなんかどれも一緒。思ったことがまずできるかどうか、その能力がの高さで成長のスピードが決まって、あとは正しい技術を理解して、それに必要なトレーニングをどれだけ詰めるかだけだから、どの競技も一緒。